チャオ、あっちゃんです。今日は7月の6日、水曜日です。はい、水曜日あっちゃんの朝ごはんは昨日の焼きうどんがちょっとだけ残ってんのをポーチにして中入れます。焼きうどんホットサンドにします。でここねちょっとねマヨかけんの、マヨちょっとのせる。これ、ね、朝からね量も食べていったからねちょっとねもう温めてやるから温かいからいいねんけどね、一回ほっと温めた方が、美味しいよ。はい、はい、詰めすぎて破れちゃいました。では食べたいと思います。はい、ではできました。食べたいと思います。うん、あれ、うん、うわ、乾いた。乾くわ。喉が渇くね。夜中喉が渇いて無意識に誰が飲んだか知らんけど朝になったお茶なくなってたよ。量かな、分からへんけどね。量が量いつも T シャツとパンツで寝んだけど朝起きたら T シャツ脱いだったよ。そうだね、ちょっと早いの。車を繰り出して一段落してから朝ごはんやからね、8時40分なんです。
しんどいね。はい、完食しました。朝起きて人がなくなったから満タンに入れてきたけど、ちょっと光るか飲んだもあるけど、あっちも飲んで、もうほとんどないの、もうこれぐらいしかない。これぐらい今日は喉が渇く。で、朝準備するときに、量と光のパン作って、で、二人の水筒のお茶入れて、で、ね、お着替えとか準備したりしててね、うん、その間にね、お茶沸かしといたんよ。うん、15分ぐらいかかるからね。うん、ね、今まで、うん、冬場とか春田さる気やったら2日に1回とか3日に1回に行くよかったんけど、最近毎日沸かさんなんから忙しい。沸かすの忘れたら次の日お茶ないからかわいせえしね。今日は何をしましょう。まだ見てないけどね。ちょっとね、なんかだるいのよ。まだ、うん、まだるさが取れるまでちょっと横になって、うん、9時ぐらいから動くかな。10分ほど。今45分やから15分ほどちょっとゆっくりして、うん、9時ぐらいからちょっとゴソゴソします。はい。では、この動画が何木曜日、もう今日明日行ったらね、また土曜日が来ます。はい、ということで。またゆっくりじゃないわ、お仕事をゆるく楽しんでください、うん、頑張りすぎると疲れちゃうんでね、うん、もう週のね真ん中過ぎたんでね、ラストスパートっていうか、お休みを楽しむためにね、はい、ゆっくりお仕事しましょう。はい、お仕事学校もね、はい、ということで、今日もまた動画何本か上げていくんで、ね、次の動画を楽しみください。楽しく楽しく過ごしましょう。ではまたね、バイバイ。